どうもこんにちは、カズです。今回はダルビッシュ選手のピッチングフォームを解説していきたいと思います。ダルビッシュ選手は今年で36歳ながらメジャーで現時点で12勝を挙げる活躍をしています。ダルビッシュ選手がなぜあれだけのボールを投げることができるのか、そのフォームを分析し解説していきたいと思いますので、ダルビッシュ選手のピッチングフォームを参考にしたいと思っている人はぜひ最後まで動画をご覧ください。また後で動画を見直したい方はチャンネル登録をお願いします。では行きましょう。まずはピッチングフォームを横から見ていきましょう。ではここから部分的に解説をしていきたいと思います。まずは足を上げたところです。このフェーズで大事なのはバランスよく立つことです。バランスがこの時点で崩れてしまうと、体重移動も水平方向にうまく行うことができず、力が伝わらなかったり、力の伝わる方向がずれてしまい、コントロールの乱れにつながります。また、足を高く上げることで位置エネルギーが高まり、体重移動を加速させることができます。ダルビッシュ選手の軸足の使い方は、股関節をひねりながら体重を乗せています。ややひねることで股関節がはまり、安定しやすくなります。またお尻の筋肉が伸ばされ、その後の体重移動においてお尻の力をうまく使えるようになります。ただひねりすぎてしまうと骨盤が横回転になってしまい、横振りのフォームになってしまいます。またひねりすぎるとその反動で体が開きやすくなったり、腕が出てくるのが遅れやすくもなりますので注意が必要です。前足の使い方としては足を高く上げています。足を高く上げることにより重心の位置が上がり、勢いをつけて体重移動を行うことができます。体重移動の速度が速くなることで球速アップにもつながります。球速を上げたい方は試してみてください。ですが足を高く上げることばかりを意識してしまうとバランスが崩れやすくなりますので注意が必要です。また足を高く上げようと思っても股関節やお尻の筋肉が硬いと足が上がらずバランスが崩れやすくなるので、足を高く上げようと思ったら柔軟性の獲得も必要です。体幹の使い方としては背中を伸ばして立っています。背中を伸ばした方がバランスよく立てるので、まずバランスが取れない人は背中をしっかり伸ばしてバランスよく立つことを意識してみた方が良いでしょう。逆に背中を丸めて立つとその後に反動を使えて球速アップにつながるので、バランスを取るか球速を取るかに応じて体幹の使い方は変えてみてください。続いて体重移動が始まるところです。ここでは軸足で地面を押して体重移動を加速させることが重要です。また軸足の力の方向を投げたい方向へ向けることが重要です。コントロールが悪い選手はこのフェーズで体重移動の方向が投げたい方向に行っていない場合があります。コントロールをつけたい選手はこの軸足の使い方から改善してみてください。まずダルビッシュ選手の軸足の使い方は股関節と膝を曲げて重心を落とすようにしています。重心を落とした方が安定感が増してバランスを取りやすくなります。バランスがうまく取れない選手は重心を落とすようにした方がコントロールがつきやすくなります。ただ球速を上げるなら重心は高いままの方が良かったりもします。なので自分の課題に合わせて改善してみましょう。前足の使い方としてはヒップファーストで体重移動を行っています。お尻から体重移動をしていくことにより軸足で地面を押しやすくなります。また骨盤の開きを抑えることにもつながります。骨盤が開いてしまうと力が逃げてしまい強いボールを投げることができません。また腕振りが遅れるので怪我にもつながります。なので基本的にはヒップファーストでの体重移動をおすすめします。後ろ腕の使い方としてはこのフェーズでは脱力されています。テイクバックを取るときに腕や肩首に力が入ってしまうと肩甲骨周りの動きが悪くなりスムーズに
に肘が上がらなくなります。肘が上がらないと力がボールに伝わらないのと肘の負担になるので、肩甲骨をしっかり動かして肘を上げて投げることが重要です。そのためにこのフェーズでは腕を脱力しておきましょう。続いて体重移動の後半です。ここではより体重移動を加速させること、上半身は開かず捻転差を作ることが大事です。ダルビッシュ選手の軸足の使い方はあまり長く地面を押すような使い方ではありません。これはメジャーリーガーに多いですが、メジャーのマウンドは硬くて滑りやすいと言われているので、体重移動を長くしてしまうと水平方向の力が強くなり前足が滑りやすくなってしまうと言われています。そのため軸足で押す時間は短くし、前足でしっかり止めるように投げているピッチャーが多いです。日本の場合はマウンドが柔らかく掘れるマウンドが多いので、踏み込み幅を大きくしても滑らずしっかり止められるので、軸足で長く押した方がいいと思われます。軸足で長く押すと、その分軸足の地面の力の方向が水平方向に近づき、ボールを加速させる力が大きくなります。なので球速をアップさせたい人は軸足でしっかり地面を押して踏み込み幅を長くできるといいのかなと思います。続いて後ろ腕の使い方ですが、いわゆるショートアームと言われる使い方をしています。ショートアームとは肘を曲げて回転半径を小さくしたテイクバックのことです。回転半径が小さくなるのでテイクバックは上げやすくなります。また前足とのタイミングも合わせやすくなります。ただ腕を伸ばして投げるアーム式の方が遠心力を使えるので力が入りやすいのは腕を伸ばしたアーム式になります。ただダルビッシュ選手の場合は足も長く体も大きいので、腕を伸ばして遠心力を使うよりもコンパクトに使ってタイミングを合わせることを優先させているのかもしれません。続いて前腕の使い方ですが、上体をひねり腕を横に入れています。こうすることで上半身と下半身の捻転差を作りやすくしています。捻転差が大きいと腹斜筋の力を使えて大きな力を発揮させることができます。ただひねりを大きくしすぎてしまうと腕が出てくるのが遅れたり体が横回転になりやすくなります。そこは注意しましょう。続いて前足が地面についたところです。ここでのポイントはトップを作ること、それから体を開かず捻転差を作ることです。ダルビッシュ選手の前足の使い方はしっかりブレーキをかけられています。悪い使い方としては膝が曲がって前に出てしまうことです。膝が前に出てしまうとせっかく体重移動を加速してもその力が前方向に抜けてしまいます。前足でしっかりブレーキをかけるからこそ上半身が前に移動し腕を早く振ることができます。前足でしっかり止められるようにトレーニングしましょう。続いて体幹の使い方としては捻転差を大きく作れています。前足がついた時には骨盤はやや回転します。ですが上半身はまだ回転せずに前肩がホームを向き胸が三塁側を向いているのが理想的な位置になります。ダルビッシュ選手はしっかりこの形を作れていて捻転差ができていると言えます。捻転差ができることで腹斜筋を使えて体幹の回旋速度を速くすることができます。続いて後ろ腕の使い方ですが、前足がつくときにトップを作ることができています。前足がつくときにトップができていないと体の回転に対して腕の振りが遅れてしまうので力がボールに伝わらなかったり無理に腕の力で合わせようとするので肩や肘に負担がかかります。また前の腕と後ろ腕で S 字の形を作れているのが肩肘に負担がかからないトップの形になります。ダルビッシュ選手はこの S 字トップが綺麗にできています。皆さんも前足がついた時にトップができているか確認してみてください。続いて最大外旋と呼ばれる腕が一番しなるフェーズになります。ここでは腕だけではなく体全体でしなりを作ることが大事です。それができないと腕だけが外側にねじれてしまい肩や肘の負担が大きくなります。まずダルビッシュ選手の軸足を見てみるとしっかり股関節から伸びているのがわかるかと思います。これはしっかり軸足を伸ばして下半身から腕までが連動しながらしなりを作れている状態です。この軸足の伸びがないと上半身だけがしなることになってしまい腰の反りが強くなり腰痛の原因にもなります。しっかり伸びるように意識しましょう。続いて後ろ腕の使い方ですが、しなりが大きく
くできています。これだけしなりを作れると、ムチのように腕先を走らせることができます。このしなりを作るためには、肩から肩甲骨周りの柔軟性と脱力して投げることが重要です。意識してみましょう。続いて体幹の使い方ですが、胸が先行し、腕をリードするように動かしています。これはとても重要で、ボールを投げる感覚としては、胸で投げる感覚がとても大切です。この最大外旋のフェーズで、胸を前に出し、胸でリードした後に腕が胸に引っ張られて前に出てくる使い方ができるのが理想です。この胸を出す動きを作るためにベンチプレスは必要になるので、ピッチャーはベンチプレスはやっておいた方が良いでしょう。続いてリリースのところになります。ここではいかにリリースを体全体を使って前に持ってこれるかが重要です。よく前で離すという言葉を聞きますが、そうするとほとんどの選手が肘を前に出してリリースを前にしようとしてしまいます。こうなると力は伝わりませんし、肘の負担が大きくなります。まずダルビッシュ選手の体幹の使い方を見ると、体幹をしっかり前に倒すことができています。体幹をしっかり前傾させてリリースポイントを前に持ってくるのが重要です。そのためには軸足がしっかり伸びていること、前足でのブレーキができていることが重要です。それら下半身の使い方ができていないと、手だけ前に持ってくるフォームになってしまいます。そして体幹を前に倒すためには体幹前面の筋力が重要です。ですから体幹が重要なので、プランク系のトレーニングはピッチャーなら必須でやるべきですね。そして前の腕を見てみると、リリースがしっかり前に来ています。リリースの時に肘が伸びているかどうかが重要で、肘が曲がってしまうと肘に負担がかかるし力も伝わりません。ですが肘が曲がってしまう原因の多くは、前足でストップ動作ができてなかったり、体幹の前傾ができてなかったりするところなので、腕の使い方だけを直そうとするのではなく、下半身からしっかり体の使い方を改善していけるといいですね。またコントロールが悪くて入れに行こうとすると肘が曲がる傾向にあります。手の位置が顔に近い方が手先をコントロールしやすいので、どうしてもストライクを取りに行くと肘が曲がります。ですが肘が曲がると先ほど述べたようなデメリットがあるので、必ず肘を伸ばして力が伝わるポイントでボールを投げられるようにして、その中でコントロールが安定するように練習していきましょう。最後にフォロースルーです。このフェーズでは前足にしっかり体重が乗り切ることが重要です。体重が乗り切らないと腕だけブレーキ動作を行うことになり、肩への負担が大きくなります。まずダルビッシュ選手の前足を見てみると、しっかり膝が伸びているのがわかるかと思います。膝を伸ばすことで地面からの力を最大限利用することができるので、膝を伸ばした状態でフォロースルーができているのが良いです。前膝を曲げたり曲げた方が重心が低くなり安定しやすくなるので、どうしてもストライクが入らない場合は前膝を曲げても仕方ないと思いますが、そうなると今度は力が伝わらないので上半身に頼ったピッチングになってしまい、いずれ怪我をしてしまう可能性があるので注意が必要です。続いて軸足を見てみると、足はそこまで高くは上がっていません。足が上がるということは前足に乗っている証拠です。少し体重を乗せるのが少ないかもしれません。皆さんは軸足が高く上がるくらい体重を前に乗せきれるといいですね。続いて体幹の使い方を見てみると、前肩があまり入っていません。上半身の回線が少ないことを表しています。これも本来はしっかり肩が入りきって上半身をひねりきれると肩肘の負担が減るので、皆さんは肩が前に入り込むくらいまでひねれるといいのかなと思います。ただ今回の動画はあくまでピッチング練習の動画なので、本当はもっと足が上がって上半身もひねっているかもしれないので、その場合は教えてください。以上で今回の動画は終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。ダルビッシュ選手は手足が長い分得する部分もあれば、体のコントロールが難しいというデメリットもあります。そこをうまくフォームの中で自分の投げやすいフォームに調整しているのだと思います。なので全てを真似しろというわけではありませんが、自分のフォームに取り入れられる部分はぜひ取り入れてもらって、パフォーマンス向上に役立ててください。この動画を少しでもいいなと思ってくださった方は、いいねやチャンネル登録をお願いいたします。また質問や要望などあればコメント欄にお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。